はい、こんにちは、立花博物館です。ということで、アプモンのデータカードなんですけど、神アプモンカードゲットチャンスということで、僕が前回やった時、こんなキャンペーンやってなかったんですけど、めっちゃかっこいい。これでもいいから欲しいわ、マジで。ということで、カード買っていきたいと思います。
スーパーレアだけど、ね、すごいね持ってるこれ使ってみよう。めっちゃ揺れてるけど画面の揺れがね、うわすげえ。やば。壊れてる筐体が。多分ね、違うカードだ。
やっぱあれいいカードだからさ、もうすげえ無茶苦茶だったよ。持カードを買うモードだけど、やっといけるね。カード買うんだ。カード買うんだ、急いで買う。間違えてまた遊ぶモードにしちゃったんだ。本当だよ。この青いボタン押してれば大丈夫。さあ、さっき4枚買ったからね。オーティールも来た。あ、ほんとだ。持ってるけど、持ってる主人公だね。そう、主人公来ないね。来ないぞ。あれあれ、うわー、やべえの来た。これいいやつ。絆覚醒カード、これもいいやつ。一緒のキャラ。これで出なかったらもう100円とかないからやめる。確かにね。全部集めたいけど、多分1万円ぐらいかかりそうだから。ここまで来たら3枚来たらあと3枚だから、あと3枚ね。あ、はい、カード切れた。カードが切れたっぽい。じゃあ終了で、終了だね。ちょうどだということで、はい、以上、紙アペモンカードでのチャンスでした。